リールをご覧いただきありがとうございます。人を笑顔にするトランペッター田尻大輝です。今日は47都道府県ツアー岐阜公演でした。行ってみよう。岐阜公演の会場はなんと飛騨高山郷土料理久田屋さんで行われました。なんと創業150周年を誇る老舗なんです。いろんなご縁をいただいて実現できた今回の飛騨高山の公演ですが、なんとオーナーさんの久田さんはバークリー卒の凄腕ギタリストさんなんです。それにパーカッションの茜さんも加わってとっても楽しいライブになりました。150周年の歴史の中で奏でるビューティフルジャパンは一生の思い出に残りました。ライブはと言いますと、もうめちゃくちゃ盛り上がりまして、この通りお客さんも立ち上がってめちゃくちゃダンスも一緒に楽しんでくれました。いやー楽しかったな。そしてお決まりのジャストワンワールドも初めてのお客さんが多いのにみんなたくさん歌ってくれて嬉しかったです。こんな感じの様子でございます。みんなもライブで歌ってね。いや初めてとは思えませんよね。本当に音楽でつながれるっていうのは嬉しいことです。ご来場初めてなのにありがとうございました。本当にいろんな人たちのご縁がつながった、飛騨高山公演、本当に幸せな時間でした。これは本番前にいただいた茶そばでございます。打ち上げの日本酒もめちゃくちゃ美味しかった。三社酒造さんありがとう。高山のね街並みはめちゃくちゃ綺麗です。そして今回ご縁をくださった矢倉さんのステーキは絶品でございました。また本当に高山大好きになったので帰ってきたいな。またライブで会いましょう。さあそして明日は石川県加賀公園でございます。その後はなんと福井にも行きます。そしてまだまだご予約大丈夫でございます。ファンクラブツアー in 山梨小淵沢、こちらはライブに温泉、お馬さんと触れ合ってバーベキューもあります。みんなのご予約お待ちしております。さあそして先日発表させていただきました今年の大一番のコンサート、コットンクラブビューティフルジャパンツアーファイナルは9月15日予約開始になっております。すでにファンクラブの皆様にはさせていただいておりますので、ぜひ皆様のご予約お待ちしております。47都道府県の皆さんとコットンクラブで会えることを楽しみにしてます。それではまた各会場で会いましょう。じゃあねー。